というわけで今回はこちらになりますかね。これはあれですね、マジョレットの、ものでして、まあ、これはあれなんですね、電車っていうかね、なんていうんだろう、マジョレットの意味から電車じゃない、蒸気機関車の貨車の部分ですね。まあ海外なんかに行くと、まあ、海外にも蒸気機関車はあるんだけど、まあ、どのくらい走ってるのか分かんないですけど、まあ、昔のやつですね。でそれの中にこう引っ張ってる客車の部分になるんですけども、まあ、これもなかなか面白くてね、まあ、基本的に私は車が主なんだけども、あまり電車ですとかそういったものってね、あまり納車するってことは、まあ、正直言ってあまりないんですけども、まあ、これもこういう変わったのもまあ面白いかなっていうことで時折こう集めたりとかはしております。で、そういった中でも、まあ、これは面白そうだなっていう感じのものでして、このまま派手な感じのねのがいいですね。でいかにもこう西部劇に出てきそうな、その、まあ、ワクワクさせるようなね、そんな感じのド派手なあのデザインというその形がまたいいなっていうふうに、思います。でこれはなかなかねいいんじゃないかなっていうふうに感じさせて、そのスタイルがねまた、これは好きな形の車なんですね。で、このホイールとかね、こういう形とかも黄色とか赤を使った色合いなんかもこう明るめの色で、まあ、そういったのがいいなというふうに、思いましたね。まあ、なかなかこれはこれでね、まあ、なんていうの、客車の部分がありますけど、本当は汽車の部分とかもあるんだけど、そのうち出てくるから何しろたくさんあるんです、たくさんあってですね、どこに行ってしまったかちょっと分かんないようなものもあるので、もう何しろこれはもう全部超えて3000台以上を超えてしまうので、どこにあったかちょっと、ね、どこの段ボールに入れたかちょっと分かんなくなっちゃってるので、まあそれをこう引っ張り出して整理してね、もう整理してても随分長い年月かかってますよ。もう3年くらいかけ、4年くらいかなかけて整理してんだけど、未だに終わらないというねどんだけあるんだよみたいなね。だからそれでやっぱり整理するから、やっぱりきちんとこう並べてったりしたいもんですから、それがこう完璧じゃないと嫌なんですよね。だそれがある意味発達のところの特徴が出てしまってるってか出てるので、それでしかもこう動画に撮ったやつじゃないとね分かんなくなっちゃうんで、動画に撮っといたものでなってこうやるということで、結構ねいいなっていう感じですね。で、まあ、これはこれでなかなか面白みがあってね、好きな電車でございますね。というわけでどうもありがとうございました。